広島県の庄原市っていうところをね走っています。で今ね向かってるのが、木槻線ですね。木槻線のね、観光列車奥出雲オロチ号をね撮影しようと思ってきたんですが、まあね今回もちょっとね朝出発するのが遅くって、これで行きのね、ビンゴ落ち合い行きはもう取れず、で返しの木槻行きを今からねこう狙って、向かってるところなんですが、それもねなんかちょっと取れるかどうか怪しいところなんですけど、まあ行ってみたいと思います。天気はね、うち出た時や、大阪とか兵庫県内とかそういうそこのその辺だとまだねだいぶ曇ったり時折ね雨がパラついたりしてたんですけど、こっちまで来たらねもう本当、天気ね良くなりました。さあ間に合うかね。今右側道路と並行している線路、芸備線ですね。特にこの区間は本数が少なく利用客も少ないという存続の危機になっている区間ですね。左側が、ビンゴ落合駅ですね。木槻線をくぐります。まもなく右方向です。バックの駅、出雲坂根駅ですね。この辺でね、この辺ここはスイッチバック構造になってるんで、ここで奥出雲オロチ号を追い越しました。なんとかね一発は取れそうです。いや間に合ってよかったです。矢川駅のね近くに来ました。矢川駅発車してすぐのね、ここです。ここで撮ってみましょう。はい、というわけでね、一発目、まあ、なんとか撮影することができました。まあ、なかなかね、天気もいいし、いい条件で撮れたんじゃないかなと思います。で、牽引の機関車、DE10 型になって、自分初めて、撮りました。以前はね、DE15 型が主に牽引していて、DE10 型はまあ なんつーの、まあ、予備機的な存在かなだったんですけれど、 DE15 がね先に廃車になっちゃったんで、今はもう DE10 のみが、牽引ということでね、今回撮影することができました。初めて撮れたんでね、もう良かったです。今木槻線をね、渡りました。
ですね、2発目撮ることができたんですけれど、ただね、ちょっと勘違いしていて、想像していた場所がもっとその先の場所だと思ってたら、もう案外手前で、まあね、時間は全然余裕があったんで、よかったんですけれど、ちょっとね、勘違いしてました。もう止まっとるね、見える？見えないかな、ちらっと映るかどうかってとこ。ここはなんだっけ、出雲稲荷駅、およそ700m。 あ、止まってます。駅停車中です。そうか、すぐ発車しないのか。ここはね、もう木次線、以前からの有名なポイントなんですけれど、やっぱりね、この時期ちょっと、サイドにはね、日が当たらないですね。でも、まあ、ちょっと水鏡を狙ってね、撮ってみましょう。はい、今撮影した、踏切を渡ります。いやー、まあ光線がねあんま良くないのは、まあ、承知だったんですけれど、あんまし水鏡にならなかったかなっていうのが、まあ、正直なところですわ。さあ最後ね、ちょっと木次駅へ、終点のね、奥出雲ロチ号の終点木次駅へちょっと向かってみましょう。というわけで列車と並走した後、木次駅へ。はい、木次駅に着きました。まもなく右方向です。ここが木次駅です。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。その先、目的地周辺です。
というわけでね、今回はね奥出雲オロチ号の、フクロウのみをね、撮影をしました。この客車見て分かる人は分かると思うんですけど、客車側にもねこれ運転台がついているので、基本的に行きのねビンゴ落ち合い行きは客車の中にある運転台から機関車をね遠隔操作して走らせることができる。つまりね折り返しの駅でね機関車を前後付け替えずに走ることができるっていうね、JR 北海道にいる、のろこ号もね同様ですよね。いつもねご視聴いただきましてありがとうございます。まあ次回はねどこ行くんでしょうか。次回もねよろしくお願いいたします。それじゃあ。